best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. システムの QR コードをスマートフォンで読み取りご登録ください。どこから行こうか。車？なんでもいいっすよ。見て、こういうことやろ、多分。サトルくんの。ああ、はい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 。すげえ。かわいい。まあ、すごすごいな。かわいい。すごい。こう見て見て。発見者、うちが持ってるあれ。あ、ほんまっすね。これこれ。あ、これ使ってるんすよ。これや、マルチファイヤーテープ。使ってる、使ってる。使ってるか。使ってるか、あれ。これ流行ってるやつ。あ、ちょっと待って。これ一人。わあ、かっこいい。どうぞ。あくまでご覧ください。なんだ、お前言ってたんだ。これの下にあのネイチャーソンって。わかります。はい、なるほどね、うん、でもあのそうそうそう、ちょっと頑張って作るわ。あ、自作で。はい、いいですね、自作。工場使わせてくれたらええねんけどな。ベッド。エアマット。これあのあ、これいいな。これとこれ、すごいエアーか。マッチ。そうです、2段階変わるので、はい、でこれ抜いてもらったらすごい。ああ、うん、すごい。そうですね、外国の方は検討中なんですけど、昨日の中だとかなり安い感じ。はい、あっちあっち言うんだけど、どん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 登録していただいて、見て、巻き割ってんで。あ、都市ガスとかやっぱり。そう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 、これがもう最終形態ちゃう、これちゃう、これ最終形態だ。ここが気づいて、かっこいい。すごい、すごい。オリジナルの作ってるから。あ、そうなんですか。え、そうなの。作家品でも何でもない。作って売ってるやつなんで。だから思えないって言ってるよ。先に行きます。よく売ってる TC の目じゃないですよ。ああ。TC で燃えにくいって言ってるけども、ここまであったら燃えます。
テクニカルコットン。炭素コンしない。鈴もつかないですか。すごいですね、でも。いや、これね、あの自作っていうかね、ほとんど作るのも。あのカバーは一緒だって、小さいの。で、形成コピー？これ？コピー？そうそう、で、これ。売ってるんですか？どうしたか、それも。そのサンドベースのやつはね、ちょっと B 品というかね、はい、あの失敗してミシンの油がね、このくらいぐらいついてるんですよ。さらもう安く売ってるんです、売ろうとしてるんですけどね。いくらですか？これで5万8000円。ああ。ただこれを買いどころ。これね、8万6000円。すいません。はい。これください。これかっこいいな。はい。かっこいい。全然立ち上がり。めっちゃかっこいい、ね。これはシルクだ。これ面白い。これはシルク。うわあ、バックテントかっこいい。ノーリミッツプロダクツ。大阪で。すげえ。これいいっすね。これはね、あのライナーロックの。そう。かっこいい。あ、言ってたやつじゃん、鉄板。あ、これほんまや。うわ、これ気になっとってんな。あれ 4.5 ミリもあんねんで。安心です。遊びパン。厚みの曲がってるタイプはないと思うんで、うちで作ってるのでかなり安心してるから、自信を持っておすすめです。4.5ミリです。ごくアステッパーです。めっちゃ分厚い。これでお肉やったらめっちゃ美味しいですよ。めっちゃ美味しいこんな分厚いテッパーあんねんな。こんな分厚くて、これをちゃんと曲げてあるっていうのがそんなにない。そうですよね。そう、めっちゃ安いですよ、ね、これ普通に買ったら普通に5、6000しますよ。あのうちで作ってて、うちで出してるんで。ちょっと欲しくなっている。自分がいる重たいの持って帰るもんね。この好きで噛んで。あ、そうか、重いもんね。確かに重いは重い。重いけど、これでお肉を焼きたい。これで1枚マイテッパーみたいな感じ。2人だったらギリ1枚でも。もうなくなっちゃったんです。売り切れちゃいました。ただ、焼ける面積はこっちの方が細いんで、実はこっちの方が広いんですよ。そんなに変わらないです。あ、こっちの方が、ね、大きそうに見えるんですけど、実はこうじゃない。実はもう一回こっちが大きいんで、目の錯覚というか、こっちのが大きそうに見える。お肉焼きたくなるな。お肉焼きたい。お肉を焼きたい。欲しい、欲しいな。ありがとうございます。ありがとうございます。欲しいな。いや、いろいろ見ていかんのな。そうですね。すごい、なんか。あの、舐めてかかってたけど。ほう。あのテントで度肝抜かれた。職人的な感じがするな。あの、普通のイベントと違って。どうします？え？決算賞与が出たら。あれ？ポップテント？めっちゃかっこいいな。でも渋いね、これ。いや、でも家族でしょ。家族テントどうするの？ DOD ずっと。ほんまや。あっち見てみ、ほら。8番あったら、小川の、何でしたっけ、ツインクレスタ。ツインクレスタ。ツインクレスタ。買えるやん。買える。コディアックも、ちょっと足したら買えるやん。買えるよな。そう考えたら、ナチュラルアウトドア。あーはーはーはー。あの、人が歩いてるやつね。あ、そう。違う、アウトドアマンや。あ、そう。ナチュラルアウトドアや。お、ほら。パパがいる。
ママキャンが欲しそうな、なテント、あ、かわいいテント、テント、お、テントウムシとテントかけた、うまいな、おい。いやでもこれちょっと間違えたら DOD のキノコテントです。うまいやん、アウトカーマン。めっちゃかわいいな。これって売るもんですか？はい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 。かけれんのいいな。かっこいいこれ。これランタンハンガーをしてます。あ、めっちゃいいやん。ランタンハンガーいいな。よろしくお願いします。はメインの素材なので、他の、まあ、ポリエステルとかに比べたら全然燃えない、燃え広がらない、そういった素材。はいはい、多少のものであれば、あの穴の開く心配はない。はい。薪ストーブを扱ってるメーカーさんのもの、銅、パーシー、銅、最近コパーワーさんっていう使えば使うほど味が出ます、ね、これまだまだ、若い本当はもっとすごいサンプルとかいろいろあるので、はい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 、これからです。これからのやつ、銅のね、ビールジョッキ欲しいんですよ。焚き火、小川のツインクレス合いそうじゃないですか、君のこの優しい色が。すごいな、でも組み立てる系やね。爆弾、あ、これ、なんかよう知ってんな。え、私勉強してんねんで。すごいな、ワックとか俺知らないですよ。嘘や。はい、あれやん、かっこいいな、これ安っ。え、7発テント入らなかった。テントが、え、テントがっすよ、ちょっと見てもらっていいですか。ちょっと、ほら、そのテント、なんで、これいいんじゃない、よっちゃん。あ、ママさん。え、これめっちゃやいや、見て、言ってた、森と僕の休日。ああ、ほんまや、予約取られへんかったとこ。いや取れんねん。ああ取れる、7月取れるけど、ただ子供なのやつだから。ああいいじゃないですか。うん、これやったら寒くないやん。びちゃびちゃならへん。いいと思う。ベルマーク、あ、違う違う、天幕より全然いいと思う。ベルマーク、天幕、天幕よりいいんじゃないですか。だって安いし。なんでこんな安いの？天幕やったら何もやったっけ、あれ。あれ5万以上するやんな。でかっ。でもめっちゃでかいやろ、天幕。でかすぎんねん。大変やな、でかかったら。これでもいいな、かわいい。これいいんじゃないですか。これ限定ってことはどういうことなの。何が、何限定なの。いや、あの今日だけの、今日だけ1800円割引。ああ、2800円、じゃあ2万8000円ポッキリで買える。そうなんや。買ってくださいよ。出とる、買ってくださいよ。スノーピークやん。え、ほんまや、高そう。高いよ。なんだよ。あ、ちっちゃいのあんで。あ、ごめん。人幕ちっちゃいのあんで。これでいいっすよ。すげえ。かわいらしいな。かわいらしいじゃん。ありがとうございます。かわいい。これいいやん。かわいいでしょ。かわいい。これ、あの丸めるとこんな感じになります。もうちっちゃ、手に取ってください。肌触りとか、あのガラスファイバーには絶対出せない肌触りです。めっちゃ化学繊維の中では一番耐熱温度高いです。で、化学繊維の中では一番値段も高いです。え？高いんや。高いんです。
いやでも可愛いな、軽いし、びっくりした今、はい、これは 200g ですね、ぐらい、だからあの耐熱温度高いんで焚き火台を結構寄せることができるんですよ。だから無駄に大きくなくてもいいですね。あ、そういうことね。むしろあのやっぱりあの人のそのあのこうシェードとして使おうとする場合は大きくした方がいいかもしれないですけど、本当にリフレクターとかあの風防としてはこっちの方が理想になりますね。はいはいはい、はい、だいたいでかくて40センチ45とか50センチぐらいですね。これ58センチぐらい幅ありますので、だいたいの焚き火台全部寄せられます。なるほどね。でしかももうペットボルトルよりも体積小さい。そうですよね。え、いくらなんですか？これで2万5000円です。あ、でこれが水曜日からあの幕開けさんでクラウドファンディングしますので、あの早い段階では2割とか1割とかあるんで、あの最安値で2万円で手に取ります。なるほど、はい、いろいろあれはもう実際あの焚き火やってますので、ぜひ見てください。まあ快適空間でもないですけど、はい、あったかいのをこっちに持ってきて、いや、こんなんやったらさ、あの生地で、あの焚き火台の下に引くあれよ、何？なんでしたっけあれ。出てこへん。どこすんの、あの、うん、なんとかシート、スパッタシート。あ、スパッタシート。あれ作ったらいいんじゃない？そう、ガラスやんか、ガラスファイバーやん。あれ刺さるやん。めちゃくちゃ刺さんねん、俺ほんまに。手袋せんかったら危ないからな、うん。今のめっちゃ良かったよ、生地。あれから二度と素手で触ってんから。椅子よ。椅子よ。ゆらゆらできるやつ。すごい。すごい。ゆらゆらできる椅子、うん、あ、デイツ、デイツオイルランタン、オイルランタン、何このちょっと渋い T シャツや、これこれ、うん、こういうなんかシンプルなワンポイントのせい、そこのワンポイントのせいで1万800円マジで。わあ、オイルランタン。あ、オイルランタン。あの一個だけ茶色いやつ可愛くない？うん、可愛い。なあ。え、1個欲しいねんな、ああいうオイルランタン、オイルランタン。ほんでな、今日はあのツイッターのフォロワーさんとちょっと話してんけど、うん、あのゆるキャンで出てたさ誰や、なでしこやったっけ、一番初めにランタン買いに行ったやん、オイルランタンや、あのガスランタンか、ああいう細い初めてのコールマンの、うんうん、あれ、はいね、そう、多分8000円ぐらいやって、今なサイト見たらな3万8000円やって、何での人気あるからじゃん。あ、やっぱあれですか、需要と供給の供給、いやでもアマゾン怖いな、でもガスバッグはもうあのファゴット決めてるから、あ、うん、見てる、うん、もうそうなんやろうなと思った、絶対に他のやつは買わへん、何も言えへんってことはそういうことなの、決めてるね、心に決めた相手がおるから。そんなもんな、ひらゆ、すごい、川も流れてんの、温泉あんの、すごい、すごいやな、え、義務券、ほんまや、岐阜や、あれ、なんか燕三条
から来ました、新潟の。そこ。スバメ山上は本気出してきたぞ。キャンプギアと、ああ、言えば、そうね。ああ、あのリバーズみたいな。あれ、グリッドみたいなの売ってるやん。コーヒーグラインダー。どこ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 。ここ。ほんまや。のみ販売してるんですよ。え、安い。販売してるのにしてなくて。リバーズ。なんかあれ8800円ぐらいするんだけど。そうやの。コーヒーグラインダー次あるんですよ。うわ、ちょっと待って。え？え？渋。黒かっこいい。あ、そうなんだ。シェラカップ。クマネットがいる。お願いします。お願いします。すごいな、3つ入って7,000円。プロかっこいい。コーヒーグラインダーめっちゃ軽い。やだ、黒がいいっすね。黒がいいな。売り切れたんじゃね。じゃあもう現品でいいっすよ、現品で。このシェラカップを買うと、すいません、売り切れちゃいます。一滴なもの全部売り切れちゃいます。ここさっきちょうど売り切れちゃった。え、そうですか。いや、すいません、待ってくれへんかったわ。残念。でも僕たちまた5月にはい、大阪来るんで、隣の広場らしいんですけど、もうちょっとなんかでかいイベント、あの入場料取るやつですかね、いつもやって。ちょっとそこまで詳しくわかんないんですけど。あれ何やったっけ名前。アウトドアパークだった。あ、やっぱり毎年やるやつや、アウトドアパーク。じゃあそこでも出店させていただく。じゃあ早めに行こうのはダメです。いや、その時もっといっぱい持ってくるんで、その時までに。お願いします。はい。もしだったら。めっちゃ可愛い、これ。可愛い。あとネット販売もしてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、パンフレットかなんかないんですか。ちょっとカタログも全部出ちゃって。すいません。さすがツバメさんじゃん。QR ある。ちょっとした QR ある。あ、ほんまですか。ですか。この色って、はい、これはあれですか、コーティングしてるんですか、それともステンに塗装っすね。あ、はい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 。でもまあやっぱあの落ちたりするんで、なかなか落ちないような塗装はしてるんですけど、まあ、消耗品というか、まあ、なんかこう何回も洗ったりしてるとちょっとずつ落ちてくる。やったりはこれしかないんですけど。あ、あれ、これ見てもらえれば。はい、ありがとうございます。お願いします。あの色めっちゃ可愛いんだけど、ほんまに。あれを買ったら、多分俺はあのビートキャンプのシェラカップは使えません。毎回なんかイベントになるとビートキャンプ連呼する。好きやな。あんだけ動画にビートキャンプのシェラカップ出してんの俺ぐらいや。やと思うわ。そもそも内藤さん、コラボレーションお願いします。内藤さん愛してます。コラボレーションお願いします。尾上さっき見たな。あ、見ました。はい、中までご覧くださいね。ステッカー、ステッカーあるんや。かわいい。ステッカーこれとこれセットで500円でこうやってますんで。おー、はい、ぜひ。かわいいな。かわいいな。尾上かわいい。尾上かわいいです。これが尾上さんかわいい。尾上かわいいねんけど、最近使ってへんもんな。使ってないね。使う機会ないな。使うってか、あのファミリーキャンプ行ってないでしょ。ソロキャンプばっかりやから。せやな。うん。え、いつ以来やろ。正月が最後です。2ヶ月くらい。グランパスイン白浜。あ、そうやそうや、強風キャンプな。風の思い出、風の谷かもたわな。ナウシカ飛んでんちゃうか。ナウシカ飛んでんのかな、思った。こんなもんかな、全部回ったかな。そうっすね、なんかでも、うん、思ったより面白いよな。面白い面白い。欲しいのが、3つ3つもあったの、はい、あ、テントな。人幕、あの、白かった、うん、が欲しいです。私こっちの方が好きやな、さっきのより。
いや、俺もこっちの方が好きやで。嘘やろ。いや、凍ってんの、この点。凍ってんの。かわいい。かわいいな、質問見て。おいつもかわいい。あ、ちょっとクッション性がある。なんか柔らかい。初めて見たな。ハートテントやな、これ。両サイドにめっちゃ開いてるの。うわ、これ。すげえな。大阪ですか。すげえ。すごいなこれ。選んでます。これにしますかじゃあ。すぐする。ボールは日本がセットです。なので日本だったら両サイド締めちゃえば使えるんです。で両サイド跳ね上げようと思うとこやってボールが。すごいな。すごい。こっち閉じたら。そうよ。風向き次第で。すごいな。すごいな。だってもうここでギャンギャン叩きしたいな。エアテント。あ、誰ですか。はい。なんか何やった。はい。テクニカルコットンでしょ絶対。大変。素材なの？テクニカルコットンでしょ。TC 素材じゃないのこれ。そんなん書いてなかった。書いてない。はい、すげえ。でもこれはすごいな。すごい。ちょっと面白かった。うん。いいと思う。これは。面白い。いやもう可愛いし。可愛いこの車。この車可愛いし。車可愛い。これがいいの。車？車は僕もこれがいいです。めっちゃ可愛い。これ車中泊もできるやつじゃん。おいランタン売ってんで、オイルランタン。元気ちゃんが欲しい欲しい言うてた。僕オイルランタン欲しいって言ってないんですけど。あ、違う、違うだった。銀幕とテントと。なんかこれ愛知のイベントでも見ませんでしたか。あ、見たかな、見たかもしれない。ボピネル。うまい。かわいい。これ何ですか？え、これ何ですか？え、あれじゃん。何ですか？うん。ブレーキ入れないわ。え、絶対そうやろ。いらっしゃいませー。ほら。うぅ、怖っ。怖いよ。カーボンとステンレス。え、安いな。安い。知らんけど。知らんけど。え？え、これはどれですか、はい、こちらがですね、6番の、ちょっと見にくいんですけど、これな、カーボンなのかステンなのか、ステンレスの、じゃあ、これでみんなあれやるんすか、フェザーやるんすか、それで、怖い、すげえ、これ、よっちゃん、勝って、ちょっとフェザーにチャレンジしたらいいんじゃないですか。怖いなぁ、私用定金ね料理してても知ってると思うけどようあってなんで。いやでもいいなぁ、フェザーのナイフは言いますよね。かっこいいなぁ。大きいサイズのもので絵だけでこれだけあって、刃がそれにさらにこれぐらいある。怖っ。もう全部我先にとみんな買っていったので。へぇ、そうなぁ。オフィネルこれだけ今売ってんの。もともとこの価格でもだいぶ安いんですけども、そこからさらに 25% 引きさせていただいてます。うん、なんかもっと高いイメージだったらないですか。これ買おうかな。でもいいと思うよな。ちっちゃいのから始める。お客様のねお手ぐらいでございましたら6番で十分だと思います。ほんまですか。買おうかな。小柄な女性の手にちょうど。もう買おうかな。お買い上げありがとうございます。はい、お支払いはペイペイで、はい、こちらお願いいたします。はい、こちらがですね、ステンレスの6番の税込みで1980円でございます。はい、
ありがとうございます。こちらの商品、園内での歯の出し入れご注意くださいませ。ありがとう。買い上げどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、初オピネル、はい、頑張ってくださいね。頑張るわ。フェザースティックの会入会します。もう 手だけは切らへんように。これみんな素手でやってんのかな。手袋してもいいと思うけどな、俺は。ちょっと手袋したいと思います。もうビートナイトは手袋してたような気がするんだけどな。またビートナイトさんですか。いや、もう一回揉んできましたよ。あっちは人間いいですか。もうあっち何わからないです。チラッと見えたら、薪ストーブみたいなのがチラッと見えましたけども。そう、薪ストーブ違う、なんかくるっと待ってなかった。すごい人だかり。すごいよ、人だかりのわけに。何これ、マッチと着火剤の合体型。あ、マッチファイヤーライト、ファイヤーライターズ。あ、待って、え、着火剤と一緒になってるの。いつも癖てもな、すごない。いいってね、燃焼時間8分やって、え、すごくない。え、こんなんあんの、薪ストーブ。薪ストーブなんか、あ、これ、あれ、DOD みたいな。あ、ほんまや、薪ストーブや。すごいな、これ。すごい、これ燃えてる模様がすごい見えるやつや。酒が進むわ。こんな話しながら食えて飲めて。あ、これがいいな。でもコンパクトやな。こっちがいいっすよ、こっちが。え、これ上で調理できるやつ。やってるやってる、やって焼いてる。いや、いいな。おいくらですか。分かんないですけど、この大きいのが48,000円。小さいのでいいです。小さいのが35,000円。黒いのかわいいな。35,000円。ハディでキャンプするときいいよな、絶対。こんなんで漁しながら、ほんまや、酒飲んで料理して、もうやめられへんや、酒飲んでキャンプ、やめられへん、酒飲んでは料理して。無駄に重いがいい。500円やで。そう、買う？買ってみる？うん、なんか買ってみる。面白そうやん。買ってみるわ。うん、マッチ。じゃあ待ってください。あれじゃなくていいんやな、何やねん。ノラ道具製作所の。ノラスティックじゃなくていいんやな。ノラスティックで着火するわ、これ。シャンってやってこれ着火するわ。いや、これでも試しに買ってみん。うん、買ってみん。No。 いいと思う。並んでいる。並んでください。欲しい、並んでいる。じゃあ歩きながらね。締めの、そうですね、締めの言葉をいただきましょうかね。太陽の塔、太陽の塔。太陽の塔、さっきからちょいちょい映ってるから大丈夫。あ、ほんま。背中がかっこいいからね、太陽の塔は、うん、背中で語るんやね、やっぱ太陽は。うまいこと言うた、男もそうやもんな。背中で語るもんな。まあ、楽しかった、うん、いや、意外に楽しかったよな、うん、新たな発見がいっぱいあったし、そう、欲しいのが増えた、また増えちゃったね、沼やな、これ、ほんまに。でも、あのテント、俺、ほんまにいいと思うねんけどな、セラカップも可愛かったし、私も思うけど、人幕もな。やばくない、あのテントと人幕やったらもう無敵やな、どこでも行けるで。え、ほんまにかっこよかったね。え。
8万円はでもきついな。ちょっと高いと思った。だってなあ、あれ買えもんね、小川の、小川のツインクレスター買えるんですか。買えるからなって考えたら、ちょっとあれも良かったな。あれは良かった良かったけど、あのなあ、バックのワンポールテントも良かったですよ。あ、それはな、うん、もうツインクレスター、うん、もうやめて、あのワックのテントとあのテント買っちゃいますか、ね、ファミリーキャンプからどん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 遠ざかっていってるけど。いや、あのだから2つを貼りゃいいやん。お、迷子大丈夫？2つを貼りゃ、蓋張り、蓋張り、うん、ああ、蓋張りタイプで、蓋張りタイプでバラバラに寝れば別にファミリーキャンプできないことはない。あのワック多分狭い。狭いぜあれ。ハルタ君と寝れたらいいな。うん、夏はもうあれでしょ、あの大丈夫でしょ。え、あの、あれな、また思い浮かばへんやろこれ。いつも言ってんのに、何やったっけ、ベッドな。そう、コットコット、はい、コット引いて、もうあかんやん、もう 沼から抜け出せないじゃないですか。ちょっと考えますか、じゃあこれで海外行けるようになってみ。海外にもテント持って行かなあかんで、うん、それやったら持ってけんじゃん、パープレント。重い重い重い、ほんまかっこいいね、それめっちゃ重かったで。それマジでかっこいいね。でもこれはかっこいい、今まで見た中で一番かっこいいかもしれない、はい、大した数のテント見てきてないですけど。一番かっこよかった。ツインクレスターも最近したもんな。そうです、最近知りました。なんかやっぱ生地が、うん、ほんまにかっこよかった。生地はな、ほんまにあの、うん、ポーランド軍的な。すごかった生地は。めっちゃ燃やしとったもん。あの燃やしたやつを5万円で売ってほしかった。燃やしたやつ。これちょっと燃やしちゃったから5万円で。燃えてなかったけどな。サンドベージュじゃなくて。そらカーキの方がええわ。いや絶対そうやな。あの見た目やったらカーキの方がええわ。めっちゃかっこいいやな。ほんでな、まあ、カーキの人幕しな。完璧やな。やばない、渋すぎんねんけど。あ、もうわかんな、お金なんぼ稼いでも足りひんわ。そうやな、給料上がってくれんかな。40万ぐらい。40万、給料40万って今もらってる以上や。今もらってる以上に上がってくれん。今日はもう満足したので、うん、剛も満足やな。じゃあ強しも満足やな。あ、ま、ま、満足、ま、満足。一般満足。ま、ま、満足。ママも満足。そうです。まあでもまた5月のも来ましょう。あ、アウトドアパーク5月になってんな。5月や、前の去年だからめちゃくちゃ炎上になったよな、あれ。そう、コロナで、コロナで、うん、だからもうまた5月に来てあれ買おうや。お、我慢するわ、5月まで。シェラカップよ。ネットで買うのもなんかあれやしな。そうそう、買いましょう。はい、じゃあシェラカップ狙いにね。今回の動画は以上で、以上です。はい、じゃあ息切れした。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また会いましょう。バイバーイ。恥ずかしい、めっちゃ見る。万博やから。めちゃくちゃ見られる。ここは大阪や。そこはもう大阪や。見られるけどね。じゃあ帰りましょうか。帰ろう。息切れして。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。